皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ二段とアンティトルマネン初段との天元戦予選 C の対局ハイライトをお伝えしたいと思います。まあ、トルマネン初段はですね、まあ、そのフィンランド出身でですね、まあ、見た感じすぐ分かりますね。ああ、これは欧州の人だなっていう感じの人ですね。本当に、まあ、実力の方はちょっとあんまり分からないんですけれども、はい、ではね、初手から見ていきたいと思います。中村二段の黒番ですね。トルマネン初段の白番です。まあそのまあそういう実績面からしたらね、まあ、中村二段がね、まあ順当に勝つんじゃないかっていう感じなんですけれども、まあここでね、まあこんな感じで、まあその黒はね、まあ模様を広げましたね。はい。まあこういうふうになんかその、中村二段はですね、まあその模様をこのようにここに広げて、ちゃんとね、ここに開くっていうかね、打つっていう、こういうのが非常に好きですね。はい。まあ昨今の人工知能の、布石とか見たら、こういうとこあまり打たないことが多いんですけれども、はい。まあ、中村二段はそうではないみたいですね。でまあこれかかりまして、まあ、かかった手抜きしましたね。こっちのがね、そうですね。まあ星はね一回手抜きできますからね、両掛かりされてもね。でまあこれ伸びて、ずっと伸びようということ、伸びてこの模様をちょっと広げようということですね、黒はね。まあ白もまあこっちに地ができますからね。でまあこうつけましたけど、まあそうですね。まあここではまあここにね黒が来ましたので、まあ単にこう受けるっていう手もありましたけれども、まあつけましたね。まあつけて、まあ跳ねてね。まあここでまあちょっとね、そのまあ、まあ、削減しようということですね。で、こういって。で、ここでやめてしまうんですよね、ここでね、打つのを。ここで継続してこの辺打つのかなと思ったら、やめてしまってここ打ったんですけれども、まあ、この手はですね、まあ、ちょっと、中途半端だったんじゃないかなっていう気がしますね。中途半端っていうか、その、まあ、もうちょっとここ打って、まあ、しのぐとかっていうのもあったと思ったんですけれども、まあ、例えばですね、ここではですね、まあそうです、これをつけてですね、まあこんな感じでいったらどうだったんでしょうかね。まあこういって、こういって、まあこう、まあそうですね、これよりもまあこっちの方がいいですかね。で、まあこんな感じで、まあ、行ってですね。まあ、こんな感じで打ってね。まあ、こんな感じでね。まあ、しのいだらどうだったんでしょうかね。まあ、こう来たら、こんな感じでね。こんな感じでしのいだらどうだったんでしょうかね。まあ、こういう手もあったと思いますね。はい。まあ、ここではこういう感じでしのぐべきだったと思いますね。ちょっともったいなかったですね。まあ結局こういきまして、ちょっとね、黒にちょっとリードさせられましたね。まあでもまあここを先手で打ってここを打ったっていうことですね。そういう主張だったと思います、白は。はい。まあこの辺まではね、そんなに差はないですね。まあそれでですね、まあここでまあその桂馬にね、裾掛かりしまして、でこう打ちましてね、まあ、こっちちょっとね開きましたね。開いたってこれまあちょっと攻めつつ、まあその地を稼ぐという、そういう手ですね。で、これつけまして、で、こうへこんだんですけれども、まあこの時に、まあ当たりはいい、まあ当たりはいいんですけれども、まあそうですね。で、当たりだとこれついなんですけれども、ここではですね、やはりこっちの方がちょっと不安ですから、まあこう桂馬ぐらいで、
滑っておいてはどうだったかという気がしますね。まあ、ここを来られると結構めんどくさいですからね、この黒ね。まあ、こう言っておけば安心ですから、これでもう字がね、結構できますから、これ15目ぐらいの字ができますので、まあ、この辺はまあ、別に大して字ができないところですから、まあ、そう言ってはどうだったかっていう気がしたんですけれども、はい、まあ、それでですね、まあ、こう継いだんですけれども、まあ、ここでね、ここ、押してきたんですけれども、ここでもですね、まあ、こっちに行くチャンスはありましたね。こっちはもうこれで生きてますので、まあ、ここはやっぱり行きたいところですね。こっちからちょっとね、その攻められるとちょっと息苦しいですから、まあ、そういうチャンスあったんですけれども、まあね、こっちを押しました。この押した意味はですね、まあ、いずれシチョウあたりにこの辺に打たれるのが嫌だということで守った手なんですけれども、まあ、ここでね、すかさず白にね、ここまでえぐられましたね。はい。まあ、この手はいい手ですね。はい。この手はこれ取れないですから、この白が。取れないとなると、この黒が問題になりますので、目がないですから。で、ここでですね、こう守りましたけど、一応、まだ目はないですね、この黒は。それで、現在のところ、やっぱりここえぐられて、今は互角ですね。はい、互角になりました。で、まあ、こういきましてね。まあ、黒もね、まあ、この白を攻めようとするんですけど、まあ、この石が死に石じゃないですから、この石が弱い間はね、一方的に、この石がまあ生きてたりしたら、もちろんこの石は弱い石なんですけれど、この石も生きてないですから、まあ、お互い生きてないですからね。ですから、この石はそんなに弱い石じゃないです。で、まあ、こういきましてね。まあ、それでですね、ここで、まあ、これ出ましたけど、黒。やっぱりここはこういきたいですね。やっぱこう当たりは痛いんじゃないですかね。痛かったと思いますね。当たり打たれちゃいけないですね、こうね。出ようが出まいが当たりは先手ですからね。結局受けないといけないですから。で、まあ、これ受けまして、黒もね。で、白もまあ受けないといけないんですけれども、まあ、白がね、このようにして打ったこの受け方はですね、非常に、まあ、その、ぬるい手ですね。もっと、ここではタイトにね、こう受けないとね、いけなかったみたいですね。はい、こういう点は損ですから、こういう手は、はい、ここではしっかりこう受けて切られても、まあ戦うという姿勢を持ってね、そういう姿勢が必要でした。そういう場面でしたね、今はね。まあ、しかし、まあ、こういう感じで受けましたので、で、まあ黒ここ、まあ、肩ついてきまして、まあ、このね、あの白模様をまあ消そうということですね。まあ、これのせいで今若干、そうですね、黒がいいんですけれども、まあでもそんなに変わらないですね、互角ですね。で、まあここでまたこう一軒飛んだんですけれども、この一軒飛んだ手がまたちょっとわからない手ですね。まあ、こっちを地にしたい、つながって地にしたいっていう気持ちはわかるんですけれども、まあそんなことしなくて、どっちみちこれ生きてますので、こっちも生きてますし、ですから、ここでは、こうじゃなくて、まあ、ここを遮断したいですね。遮断して、もうこの石を取ってしまった方が、まあ、すっきりとしてるし、また大きかったし、っていう気はしたんですけれども、はい、またこの一軒飛んだ手がね、この一軒飛んだ手はちょっとぬるい手でしたね。あるいはですね、その、まあ、こう出てね、まあ、こう戦うとか、まあ、そういうのもありましたね。で、ここで一軒飛んだ手はちょっとその、まあ、弱い、ちょっと弱い手でしたね。はい、そういう気がしました。はい、まあ、それで、まあ、ここ黒はね、伸びましたね。まあ、おそらく黒はここをやっぱり遮断されるのが非常に気持ち悪いので、
それでまあここ伸びたと思いますね。この石とかを生かして、この連絡にね、効かそうということですね、この石をね。そういうことだったと思います。気持ち悪いからね、ここね、遮断されたらこれ死にますので。で、まあ白はね、まあその徐々にね、このね、遮断しようとしてね、こういうとこ打ってますね。で、これ切った手がですね、まあなかなか、まあ、これはいい手ですね。切って、これ連絡を図るということですね。2目を捨ててね。これはいい手でした。で、まあこれ取るしかないですね。ここ取られたら意味ね、ダメですから。それで、まあこっち飛びましたね。2点飛んで、で、まあこの感じで打ってね、黒ここに打ったんですけれども、まあこの手の狙いはどういう狙いだったかっていうことなんですけれども、まあこの手は、おそらくですね、やっぱりこっちの霧の関係ですね。関係もあって、霧の関係もあって、まあその連絡ですよね、おそらく。で、まああわよくばこっちにつながって、これと連絡して、この石をね、まあ生け捕ろうということだったんだと思うんですけれども、おそらくその、まあ、守備的な石だったんじゃないかなっていう気がしますね。この石の安全を図るための、そういう捨て石だったんじゃないかなって気がします。で、まあ、こうぶつかったんですけれども、こうぶつかった手はですね、ちょっとおかしかったですね。ここではですね、まあ、こういうふうにね、打つべきだったと思います。で、まあ、黒はこれぐらいでこう来てね、まあ、これぐらい相場だったと思いますね。で、まあ、黒はここは確実にその、連絡するということだったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ここでこう行きましたから、黒にこう伸びられましてですね、結局これ受けないといけないですね。今度、こっちに飛ばれ、こっちに打たれたりしたら、こっちが分断されますので、それでこれ後手になってしまったんですよね。で、まあ、黒こう出まして、で、白これ抜きましたね。で、抜いた手はですね、まあ、これは切ろうということなんですけれども、まあ、黒ここにまあこすりつけて、まあ、なんとかこれ切ろうとするんですけど、これ切れるんですけど、切っても意味がないですね。この石が取られちゃったら、結局意味がないですから。で、まあ、こういきます。で、これはまあ、その、打って返しの手なんですけれども、この手がですね、まあそんなにいい手ではなかったみたいですね。というのは、これ抜くことによって、ここら辺が非常にすっきりとしてしまったんですよね。やっぱりその、自分が相手が有利な時とかは、やっぱり相手をね、すっきりさせてしまうと。そういうのはあんまり良くないですから、まあその、まあ自分からすればね、やっぱりすっきりするのは非常にいいんですけれども、まあその相手側からすれば、やっぱり相手をすっきりさせてしまったっていうのは、まあ、あまりいいことじゃないですからね。それでですね、まあ、次こっちに行ったんですよね。この手がですね、ちょっとおかしかったですね。ここではですね、こっちに行かなくちゃいけなかったですね。で、この2子を取らないといけなかったんですけれども、この2子を、それをですね、こっちに行ったもんですから、これが先手でここを連絡されてしまったんですよね。これ今度切られますので、これが痛かったですね。これでですね、そうですね、ここでちょっとね、差が出たんですよね。ここでですね、そうですね、まあその、地合いの差がね、14目、13目ぐらいできたんですよね、ここで。で、その、勝率も90%超えてましたから、ここでは。ですから、ここでの折衝ですね。ここでの折衝で、まあ、その、白は大損をしたっていうことですね。それ以外は、まあ、その、まあ、いろんな小さなミスはあっても、まあ、互角だったんですけれども、ほぼ。まあ、ここでのミスですね。これがちょっと白は痛かったような気がしますね。で、まあ、これはまあ、先手ですけど、こういうのも痛いですよね。でも、こう、助けられてね。まあ、こう言って、だから先手でこういうとこね、大きいとこで、ただで先手助けてますから、こういうとこもね。で、まあ黒こう言って、まああとはね、白も、まあ、そんなにね、悪い手は打てないですね。
もうここからはまあ寄せなんですけれども、これよく見ると、まあ、これといって寄せがあんまりないんですよね。大きなところが、まあ、ここぐらいじゃないですか、大きいところって。はい、でまあここ大きいところ行きましたね、白はね。まあここ大きかったですから大きいところ行きまして、まあまあ、黒もこう寄せて、まあ黒もね、まあここを跳ねたことによって、まあその、この2子をね、まあ取ることができましたね。うん、まあここはやっぱこっちの方がどうも大きかったみたいなんですけれども、こっちよりも。まあそれでもその、まあリードが大きかったですから、それでもですね、まあその7、8目ね、まだね、その黒が有利なそういう状況が続いてますね。でまあここはまあその小寄せですね。でまあここはまあずっと小寄せなんですけれども、まあここからはそうですね、その紛れるところがここからないですから、まああの中村二段は最近はもう寄せも上手ですし、まあ小寄せなんですけれどもね、ほんと1目2目のそういう小寄せですね。でまあこういうふうに小寄せをずっと打つんですけれども、でまあここまで打たれまして、結局黒の中村二段が6目半勝ちしましたね。まあそのここでリードした時大体13目くらいですから、ちょっとそのまあ縮められたんですけれども、まあそれはそれでね、まあその、まあその安全に打つためのものであって、まあ内容からすればですね、まあ一度リードしてそこからまあその相手に一度もリードを許さなかったという、まあほぼ完勝ではなかったんでしょうかね。はい。まあ今後の中村二段の活躍を期待したいですね。以上です。